こんにちは。日本学術書道会の田村希覧です。今日も主婦の友社出版の前後面理帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は松は直く踊ろは曲がれりです。出典は前輪類従です。この句の意味は、松はまっすぐに立っているのが松らしく、茨は曲がりくねっているのが茨らしいということです。生きとし生けるものはすべて平等であり、等しく仏性を有していますが、その姿形は様々であり、一つとして同じものはないのです。考えてみれば、樹木がすべて松ばかりだったら面白くありません。また、まっすぐな松の美しさは、曲がりくねった茨があるからこそ引き立つのです。それでは今から松は直く踊るは曲がれりを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。